爆風あるある。背中から出てる炎意外とペライ。真横から見ると多分こんな感じに見える。爆風というか、第2世代の御三家ポケモンは不遇世代と呼ばれネタにされがちですが、中でも爆風は特にひどくて、初代御三家のリザードンとね、種族値が全く同じで手抜きだというのは有名な話ですね。あと、爆風にまつわる有名な話がもう一つあるんだけど、ポケモン博士の皆さんなら当然ご存知ですよね。そう、僕がガチ対戦をする際に初めて組んだパーティーの中に、爆風が育成して採用されてたと。かっこパワフルソーラービーム型、当時俺18歳。ってことで爆風使ってくんだけど、まあ初手でいいかなー。まあスカーフ持ってるんで、なんかエーフィーとかの上も取れるし、まあ今回使ってる爆風ね、小学生型で、まあタスキガッサにも対面打ち勝てるんで、まあ初手爆風から入って、まあラティアッサムに強いルカリオで、この2体だとバシャーモの処理がちょっとめんどくさいんで、海竜この3体で、よろしくします。この辺、最近かなの反応が雑になってるとか言ってるけど、普段ちゃんとそういう細かいことも考えてるところやっぱ YouTuber だよね。まあ昔はね、動画撮るときとか適当にパパッとったんだけど、まあ、年齢を重ねる YouTube に身を置く期間を長くすればするほど、なんかこういう構成にした方が面白いよなみたいなのを考えるようになっちゃったから。まあ今は今で楽しいんだけどね。昔は昔で何も考えず適当にやってて楽しめてたし、今は今で、まあなんか、狙って、伸びようみたいな。そう考えて頑張れてる、まあ、別の面白さがありますね。で、バシャーモ VS 爆風は、まあ、炎御三家同士の熱い対面だったけど、まあ、おおむね爆風が負けるんで、まあ、海竜抜けてって、まあ、ダイパリメイクにはね、目覚めるパワーがないんで、目覚めるパワー氷とかの可能性を考えなくていいんで、海竜でバシャーモ見れるってのは楽な点ですよね。これ、激輪打ってハッサム出されて激輪ロックされるときついから、まあ、神速かな。まあ、爆風のね、種族値ね、俺確実に居酒屋のノリで決められたと思うんだよね。まあ、金銀発売当時、もう20年以上前ですか。まあ、当時はやっぱ、社員の数も少なかっただろうし、金銀政策に追われてたと思うんですよね。で、金銀発売日が、まあ、迫ってきてさ、当時やっぱ、増田さん、あ、トンボ帰り、あ、そう、馬車もね、ダイパリビューけどなんかトンボ帰り覚えてるんだよ。バグでしょ、これ。間違えたと思うんだけど、強すぎだろ、馬車もの家族トンボ帰り。そう、で、金銀発売近づいてきて、まあ、増田さんたちも若かっただろうし、居酒屋でね、仕事の愚痴とか言いながら、やべえ、このバグーンとかいうやつのステータスだけ、うまくまとまりません。どうしたらいいっすかね、増田さん。もう発売まで時間もねえし、前のあれなんだっけ？あ、リザードン？あいつと一緒でよくねえもん。でも、それだとユーザーからクレームとか来ないっすかね？大丈夫大丈夫。ポケモンのステータスとか細かく確認してるやついないっしょ。それに、俺たちが考えたポケモンごとにステータスが変わる仕様あるじゃん。あれあるからな。ステータス変わる。まあ、ポケモンごとにもう数値違うし、あれがあるからね、バレねえって。グビ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 コックン。はぁ、みたいな感じで。まあ、作ってたけど、まあユーザー側のゲーム解析の技術が上がっちゃって、リザードと爆風の種族値が全く同じ手抜き仕様なのがバレちゃったと。てかこれ、ラティオスルカリオ対面何言うと、居酒屋の話とかしてる場合じゃなかった。神速？命の玉神速じゃあの HP のラティオス倒せないし、まあ神速が威力80で、インファイトが、180のエスパータイプに半減で90で10だけ、半減でもインファイトの方が威力10だけ高いんですよね。まあ、インファ打つか。神速でも倒せないの分かってるんだったら。これ爆風でこっから3立てしないといけないんだけど、まあ、バシャーボンは爆風の技圏内に入ってる。で、ラティオスも爆風の技圏内に入った。だから相手のラス位置が何かなんだけど、まあ、ブラッキーだったら、まあ、おおむね負けで、いや、爆風はね、でもリザードンと違っていいとこが一個あって、だから噴火って技が使えるんですよね。いや、噴火は、まあ、HP がマックスの時に限るんですけど、まあ、命中100の、まあ、威力150技、まあ、タイプ1威力上昇込みまで、加味すると、まあ、威力225の炎技をノーリスクで、まあ、HP 減ったら威力下がるけど、まあ、バンバン連発で撃てるってのは、こいつの強みだけど、バシャーも霧、バシャーも霧か。噴火。まあ、ここでバシャーモン切ってくれるのはラッキーだな。なんかバシャーモンの2連守るとかが結構きついかなと思ってたんで。
あれか、ラティオスがこだわりメガネなの確定だから、技打ち分けに来たって感じか、流星群に。ラティオス出てきた。まあ、でも相手視点からすれば爆風がスカーフなの分かってないから、まあ、ラティオスで生きるっていうか、スカーフでーす。で、ラティオスも倒して、相手のラス位置が何かだけど、まあ、AP。ブラッキーは負けだな。エイフィー。ガッサも負け臭いな、タスキだと。エイフィーか。うぃまあ今の環境ね。なんか、ハッサムの使用率が、結構大会の使用率まとめとか、ランダムバトルの、まあ、100戦やった使用率まとめとか見てても、ハッサムの使用率って大体1位なんですよ。まあ、だから炎タイプの価値は上がってますね。相対的に。ハッサムが強ければ炎タイプのポケモンも強くなると。で、噴火で、まあ、これ多分、爆風じゃなくてもよかったな。スカーフ持ってる炎タイプのポケモンだったら何でもよかったけど。ま、いい感じに活躍したと。対戦ありがとうございました。動画のため撮りしまくってるんで頭がそろそろバグってきました。またエイフィーとブラッキーいるんだけど。そんな流行ってる並びじゃないよな。多分偶然だよね。対戦よろしくお願いします。まあ、爆風投げてもいいかな。まあ、ゴダリスカーフ持ってるんで、相手のエイヒーとかより先制で動けるし、まあ、エアームドに対しても炎技で弱点がつける。で、グライオンもね、まあ、グライオン耐久が高いといえ、特防はそうでもないから、爆風の効果力噴経緯でぶっ飛ばしそうだから、まあ、初点投げますか。まあ、ただ爆風だと、まあ、海竜とかがきついんで、まあ、竜舞、砂で丸すき潰しつつ氷の牙も採用してるから、バンギ投げて、ラス1たくんでいいかな。ステロで補助できそうな。この3体でいきます。対戦よろしくしまーす。ダイバリメイクアルセウスまでのお茶濁しだから話題になるのは年内までだろうな。まあ、このダイバリメイクの対戦動画が、まあ多分年内最後にの投稿にはなってると思うんだけど、まあ年明け後も僕はね、多分やりますね。なんだかんだでこのゲーム、まあ正直言うと、楽しめてる。ただ、期待してた、期待値が低い。と思ってる自分もいる。まあ、世間の評価を見ても、まあ、ダイバリメイクなんか、ケンタと同じぐらい売れた、みたいな話をしてたと思うんだけど、まあ、今1ヶ月ぐらいか発売して1ヶ月で、先週の売り上げでついに、なんかね、まあ、前のリメイク作品であるオメガルビーアルファサファイアより、トータルの売り上げが落ちたみたいな、ついに。だから、まあ、最初、そんだけ売れたってことは、最初の期待値はすごかったけど、まあこういう動画とか、え、ちょ、倒せてないんだけど、え、あれ倒せる前提で僕、あーでも向こうの攻撃も弱かったんで助かった。爆風まだ使えるな。まあスカーフもなんで噴火しか打てないんだけど、まあ言うて噴火以外の技がまだ使えるんで、まあ意味わかんない技構成してるけどな、こいつ。炎技しか採用してないっていうで、他になんか強そうな技なかったんだよね。まあ、スカーフだから技連打する前提だから、まあ強い技だけで揃えよう。技揃えようってなったら、え、これ戦略的にこの構成になってるから、まあ、相手は守るで HP 回復してくれば、噴火は HP が低ければ低いほど威力が下がる技ですからね。まあ、一回守ることで、次の噴火をワンチャン耐えるようにしようという算段だったと思いますが、で、まあ、これで竜舞して、まあ、地震は、ぐらいごときの地震だったら、バンギの耐久があれば余裕で耐えるんで、むしろ2発耐えるぐらいの余裕まであるんで、まあ、これ竜舞して素早さ環境を逆転していくと。あ、そう。まあ、最初の週は、ダイパリメイク、ケンタテより売れて、まあ、リメイク作品でここまで売れるのは異常だみたいな持ち上げられてたけど、まあ、蓋を開けてみれば、オメガルビアルファサイより、ま、ちょっとだけ売れてない。まあ、結果としては残念な結果になったのかな。まあ、期待されてた割には、まあ、って感じの結果になったのかなとは思いますが、まあ、そんな中でもね、あ、もう、こういう活動してるからってのもあるかもしれないね。ポケモンっていうコンテンツを使って、まあ、YouTube で活動してるみたいなとこがあるから、まあ、楽しめてる、みたいなとこあるけど、まあ、言うてなんだかんだで、このランダム対戦も、まあ、潜ればすぐに人と当たるし、遊んでるプレイヤーは、まあ、かなり多い寄りだとは思うけどね。で、グライオン倒して、で、こっから何が出てくるかだけど、まあ、無道とかがいると、リュウマイしたバンギでも、ちょっときつそうな雰囲気はあるけど、あ、ブラッキーか。まあ、言うてブラッキーもいけそうだけどな。まあ、リュウマイストーンエッジでブラッキーの待機を貫けるかって言われたら貫けないけど、まあ、ブラッキー側もバンギに対しては打点なさそうなんで。そういえば、爆風の手抜き要素もう一個あってさ、まあ、ポケモンって分類ってあるじゃん。
丸々ポケモンみたいな。で、あの、爆風って火山ポケモンなんですよ。ただ、あの、実は、あの、他にも火山、いや、基本的に被りないんだけど、その爆風と同じ火山ポケモンと命名されたポケモンがもう一匹いまして、しかも、同じ第二世代のポケモンの中にいて、まあ、なんとそれがね、エンテイなんですよ。爆風とエンテイ同じ火山ポケモンっていう分類なんだけど、もうこれ手抜きでしょ、完全に。そんなわざわざさ、同じ世代の同じポケモンに同じ分類の、つける意味ないじゃん。しかも、爆風とエンテイっていう御三家と、ね、純伝説ポケモンっていうね、爆風のデータを居酒屋で決めた説がどんどん濃厚になってくる。どんどん証拠が溢れ出てくる。イカ様イカ様でバンギ倒れたけど、まあ、ここまで削ってくれてたら十分っすね。ブラッキーを。で、これで噴火以外の、爆風に噴火以外の炎技を採用してた、まあ、メリットが出てきて、まあ、爆風は、御三家特有の特性である、まあ、ピンチになると技のタイプの威力が上がる猛火っていう特性だから、まあ、ここまで削れてたらね、まあ、炎技の威力さすが上がってるんで、しか言えてない。大体こう喋ってる時にっていうつなぎの言葉が多用される時って、まあ、疲れてる時、脳があんま回ってない時だけど、多めに見てほしい。それはまあ、ブラッキーの耐久がいくら高いとはいえ、守るで溜め残しで HP 管理してくるとはいえ、まあ、猛火、噴煙は耐えるわけもなくて、噴煙はね、まあ、なんでこの炎技3つ採用してるかっていうと、まあ、噴火がノーリスクでバンバン打てる炎技。で、これ噴煙は、噴火より威力かなり低いんだけど、まあ、熱湯と同じですね。熱湯の炎技は逆だわ。噴煙の水浅版が熱湯と言った方が私、まあ、30% で相手の火を火傷にしつつ、まあ、HP が減ったりしても、威力が下がらない。で、煉獄は、まあ、中間択っすね。噴煙と噴火の。ただ、命中が50っていう。で、鬼火は、まあ、困った時に打てばいいやみたいな感じなんだけど、こう神速で爆風落ちる。あ、神速してこないの舐めてるよ、これ。やけどするよ、30% は 300%。はい、オッケー。まあ、でも、回遊ラムだろうな。あ、ですよね。ですよね。ちょっとぬか喜びしたけど、一瞬で冷静になったわ。どうせラムだよなって。ユーロ前から入ってくる。噴煙見てて神速から入ってこないもんな。あとは、たくんでいけるかどうかなんだけど。たくんでいけるこれ。神速ある。あ、僕のトータくん名前、いや、ちげえわ。名前浮遊の特性浮遊だから、いや、炎のパンチあるよな。カイリのサブウェポンって、ま、地震か炎のパンチなんだけど、地震技マシン地震のバリューが高すぎるから、うーん、落としてくれー。よし、46、イヴァン・ケンナ入ってる。いや、イヴァン・ケンナ入ってる。あ、無理。174÷4 は48。あれ、ありがとうございました。ということで、今日は手抜きポケモンと名高い爆風を使って対戦してみました。結論から言うと、サブウェポンが貧弱すぎるから、まあ、強くはないっすね。てか、忖度なしに言わせてもらいますけど、弱いっす。まあ、また来年のダイパリメイクの対戦動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価。まあ、他に使ってほしいポケモンなどいればコメントお願いします。まあ、爆風もね、コメントで使ってほしいって意見多かったんで使ったんでね。ぜひぜひ遠慮なく書いてください。バイバイ。